本日これから注目のゲームが始まろうとしています。これから6回スワローズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。フェルナンデスがマウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは DH 太田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。マリーンズリードで迎える6回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打席には3番バッター浜田。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。今度も見送りましたがこれは外れています。今の見逃し方を見ると別のボールを待っていたんでしょうか。見逃して三振です。いやー、しっかり低めにコントロールできてますよね。いやー、素晴らしいですね。三振でツーアウトを取っています。初球空振りです。ボールになります。さあ3球目は何か。速いボールで追い込みます。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。7回の表追いかけるスワローズの攻撃。先ほどの打席はサードフライ、5番の橋本です。マリーンズリードで迎える7回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点数、空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスは6番の三ツ俣。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずは先頭の橋本から三振を奪っています。打ちました、取りました。ツーアウトになりました。前の打席はショートフライでした。バッターの北村、ツーアウトランナーありません。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これで連続の見逃し。打ちました、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。試合を制したのは千葉ロッテマリーンズです。里崎さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、まあこういう調子が今一つの中でも勝利できたのは非常に大きいことだと思いますね。そうですね、本人にとってもチームにとっても非常に大きな勝利です。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。この辺りで失礼いたします。